はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日もお拝みいただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、顔のシミを消していく方法ということでお届けしたいと思います。はい、まあ、僕ね、顔のシミを消す方法という動画ですね、何本も配信してるんですけども、まあ、今日もね、復習を兼ねてやっていきたいなと思うんですけども、結構僕のね、動画の中でですね、まあ、シミを消す、シワを消す、たるみ、目の下のたるみっていうこの動画3本がですね、かなり皆さんからですね、人気があってですね、皆さんからのたくさんのコメントであったりとかですね、僕の方法も取り入れていただいて、顔が白くなったとかですね、シミが消えたとかですね、そんなお言葉を本当たくさんいただいて本当ありがとうございます。でですね、やっぱりね、シミが消える、シワが消えるっていうのはですね、やっぱりちょっと美容整形とかそっちの方に行かないとなかなか手に負えない状況って僕もね、思ってたんですよ。僕もね、なぜなら僕もお肌がニキビ肌で結構コンプレックスがあったんですね。で、そのコンプレックスがありながら、なんとか自分でできる方法ないのかなとか、いろんな方法を考えたりしてたんですけども、やっぱりね、皆さんもそう思ってると思うんですよ。美容整形行くのはちょっと敷居が高いなとかですね、そんなこと考えたりしてる方もおられるんですけども、僕はですね、そういう、言えば、そういうとこ行かずに自分で何とかしようということでやってます。で、僕たまたまですね、この炭酸整体、このスプレーを、このミストを使った施術をしてるんですけども、これをしてですね、血液の循環が良くなることにどうなるかっていうのをいろいろこう自分で考えていくとですね、お肌のターンオーバー、が良くなってくるっていうことに気づいてきて、僕ここに施術してて、お客さんからですね、あれ、お肌なんか白くなってないって言われたんですよ。で、僕もともとめちゃめちゃ真っ黒に日焼けしてた人間で、よう見たら前の過去の写真から見たらどんどん白くなってるなっていうことに気づいて、で、お肌もあれ、ニキビ肌がちょっとどんどんマシになってきてんじゃないかっていうことで、で、確実に自分で効果が実感できたのが1年2年ぐらい前なんですよ。で、それで動画を配信するようになって、今に至るって感じなんですけども、で、今回は、僕がですね、使っているのをお届けしようかなと思ってます。で、別に僕は美白系男子でも美白系のおっさんでも何でもない、ただの普通の整体の先生なんですけども、自分がね、使っているものをね、こう見せる日が来るのかなと思って一回ね、やったことあるんですけど、まあこれですね、まず一つ炭酸整体スプレー、あとはですね、ニベアですね、ニベア、はい、これ家から持ってきたんですけども、アロエベラ、もうこのね、3つなんですよ。特にアロエベラは日焼けした時ですね、暑いで、これからの季節紫外線きつくなる時はこれを使ったりとかするんですけども、僕はですね、このニベアを塗って、スプレーを使ってって感じにしてるんですね。で、僕ですね、その化粧水とか美容液とかあんまり他のことって知らないんですよ、僕。他の人よりも知ってるかもしれないですけど、あんまり僕ですね、この1本オールインワンでできたら一番便利だ、自分が便利だなと思ってこれ作ったんですね。これが、まあ、炭酸整体スプレーのホワイトで、プラセンタ、ビタミン C、ユーとかヒアロン酸が入ってるんで、これを、まあ、とりあえず使ってる状態なんですね。で、僕の使い方としてはですね、顔に、まあ、1週間、2週間かけますよね。かけてこうベタッとキッチンペーパー貼るんですよね。僕はもうザクッと言ってます。はい、こんな感じです。なぜなら、この時間は僕の、ね、3分から5分は僕の自由な時間としてですね、使ってます。だからこうやってかけた後に家にずっとこの3分から5分ぼーっとしてます。今日一日の、なんか出来事とかですね、今日こうして良かった、反省点良かった点とかを考えながら3分から5分ね、やってます。はい、で、これを外して次ニベアです。はい、ニベアを塗ります。ちょっとだけ塗りますね。はい、で、これをですね、こう全体に僕は塗ってます。真っ白にしてやろうっていう形ですね、塗ってるんですよ。もうあんまり、なんていうんですか、もう顔をね、白塗りにしてやるぐらいのつもりで僕は塗ってるんですよね、こんな感じで。はい、一回なんかね、僕動画で、ね、真っ白にしたらね、なんかあったと思うんですけど、こんな感じです。はい、で、僕はですね、こう塗った後に、まあ、日常のね、まあ、頭乾かしたりとか、なんかメール見たりとかするじゃないですか。して、した後、このまま塗るじゃないですか。もうちょっと塗りがね、ちょっと甘いかもしれないんですけども、もうちょっと塗っときましょうか、せっかくなんで、ね。豪快に、本当に塗ってるパターンでいくと真っ白になります。はい。なんですか、歌舞伎役者っていうんですか。あんなぐらいまで白くしてますんでね。はい。で、こんな感じですね。はい。こういう感じで塗ってます。塗ってですね、
まあ、これもね3分から5分放っておく感じなんですよ。この間にですね、次の明日の予定とかですね、明日のその用意準備とかしていくわけなんですよ。で、これね塗っていくとですね、どんどんやっぱこう乾いてくるから、どんどんこう色がなくなってくるような状態、全部これがなくならないですけども、こう減ってくるんですね。使ってる方は分かると思うんですけども、こういう感じで塗りましょう。はい、塗りましょう。あ、ちょっとでええと思ったけど結構塗りすぎましたね。こんな感じになりましたね。はい、ちょっと目の方はちょっと塗らないですけども、こんな感じなんですね。でここからなんですけども、もうこれをですね、感覚です、僕の感覚なんですけども、これはもう人それぞれだと思うんですけど、ちょっとね減ってきたかなと思った時に、まあ拭き取ったりもするし、僕はですね、このスプレーを上からかけるんですね。もうなんとかですね、顔に強制的に保湿するような感じなんですね。で、まあ、こんな感じで僕はですね、キープしてます。で最後寝る前にね、撮っていただくとか、ちょっとなんか僕も仕事でですね、夜にズームがあったりとかすると、撮ります、はい、このままちょっとズームすると、ちょっと笑いを取りに行ってるんかと思われちゃうんで、撮るんですけども、そういう形でですね、僕は寝る前に絶対やってるのはこれです。はい、顔のシミを消すためにこういう形でやってます。で、皆さんにお届けしているのは、このニベアとかアロエベラがない状態なんで、これをね、例えばこうシミのあるところに貼ってくださいねとか、貼ってくださいねとかしてるわけなんですね。で、こうやって貼って3分から5分キープするだけでもね、ここが確実に栄養素が供給されて、お肌の状態が良くなるんですよ。で、お肌の状態ここだけじゃ嫌だったら、もう全面的に僕にはバシーンと貼るのも OK ですし、おでこだけとかですね、そういうのも貼ってもらえたらいいかなと思う。最近ですね、僕の動画見てくださった方が、こう肌荒れ、その吹き出物的なものができて、これを使ったら翌日なんかもうなくなってましたとか言われたんですけども、この炭酸っていうのはですね、血流を良くするだけじゃなくてね、殺菌消毒作用もあるって言われてるんですよ。で、それもね、スプレー炭酸という効果をですね、存分に発揮しているものなのかなと思うんで、まあ、ちょっとね肌荒れしている方もそうですし、ちょっと吹き出物が出て気になるなっていう方はぜひ、ね、一度これを試してもらいたいなと思います。はい、まあ、今日はねこんな感じで最後終わっていきたいと思うんですけども、はい、まだね、この動画が良かったと思って、いいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。はい、ではですね、また次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕はですね、日本一失敗しないセルフケアということでお届けしているんですけども、そのコンセプトの中に3つ掲げております。1つ目はですね、誰にでもできるっていうところです。で、2つ目が確実に効果が出るっていうところですね。で、3つ目がですね、一番ポイントなんですけども、楽しんでやっていただくっていうところなんですね。1つ目2つ目はですね、当然のことなんですけども、3つ目がですね、非常に重要で、楽しんでやっていかないと続かないんですよね。人っていうのはですね、面白くないとか楽しくないとですね、続かないものなんですよ。これはもう勉強でも教育でも何でもそうだと思うんですよね。なので僕はですね、楽しんでいただけるための動画ということでですね、心がけております。で、あと1つ目2つ目はですね、この炭酸生態スプレーですね、こちらの方がですね、セルフケアを簡単にしながら、かつ効果が出やすいような方法でですね、お届けしているんですけども、このポイントはね、血液循環にあります。血液循環が良くなれば痛みが取れたり、しびれが取れたり、血液循環が良くなればシミが消えたり、シワが消えたり、たるみが消えたりということなんですね。まあ、そういうことをですね、日々配信しているんですけども、よかったらですね、皆さんもですね、このチャンネルを困っている方、知り合いの方にね、シェアしていただけたら非常にありがたいです。そしてですね、こちらのスプレーがですね、本当に毎日のようにコメントいただいて、たくさんの方に使っていただいております。本当にありがとうございます。これからもですね、どんどん僕のですね、この YouTube の動画配信もしていきたいと思いますので、気になる方はですね、概要欄に貼っておりますアンジー久志からの直接購入と、 Amazon、Yahoo、楽天、あと Q10 の方でもですね、購入販売ができますので、よかったらそちらの方からですね、お買い求めいただけたらと思います。またこれからもですね、なりたい自分になっていただけるための動画配信をですね、頑張っていきますので、どうか応援のほどよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。